ダニエル。で、私もとにかく酒持ってこいって感じになっちゃって。本当？ああ。嘘なもんか。オースティンで。心ここにあらずって感じ。気をつけていった。違う？うわ。聞いてるよ。パーティーと。サルゾー。アリス平気のあるじゃねえんだから。うるさい。あの二人仲いいね。確かに。いつから仲良くなってよな。楽しみ。もう子供じゃない。見守ってるだけ。もう子供じゃない。子供じゃない。それでいいなよ。だね。束縛するほど嫌われる。そういうもんだしね。せやな。タトゥーごっついな、キャシディ。ねえ、聞くけど、私らみたいな毛色違いの人間と再会した気分はどう？こっちまでヒッピーになりそう。よそ者って気がする。自由を感じてる。いやー、なんかでも見た目も汚いのは最初からか。まあ旅した時からヒッピーみたいな感じだったしな。自由を感じてるでいいんじゃない。お金も稼げてるしな。なんつうか自由だ。キャシディのおかげだ。どうかな。君がいつくかかけてたからね。でも私の負け。悪いな、まだやめれねえんだ。音楽が聞こえねえだろ。いい加減黙れ。実はな、あいつが衛星電話してるのを聞いた。衛星電話？誰？ルーマニア語かなんかで。また始まった。やつはエージェント、葉っぱの国からやってきた。葉っぱの国からやってきた。だからビッグジョーはクローンって言っただろ。あ、ビッグジョーの話か。ビッグジョーってなんだ。ただの用心棒。悪口は良くない。良品かもね。ビッグフット。格安で引き取られた。クローンには見えないけど。だから。あ、選択肢なくなった。なんだよ。ちげえね。ほぼゴミだね。みんなビッグジョーのこと好きすぎ。その話になると止まんないんだから。だってケツでかいし。だよな。まったく。ケツでかいで笑えるのはええな。彼はミステリアスだね。おい、静かにしろ。景色でも眺めとか。ええやん、ええやん。みんな仲良さそうやな。まあ、1ヶ月ちょっと一緒におるだけかもしらんけど。はい、Life is Strange 2 Episode 3、不毛の地。ここのことか。やっぱ葉っぱですね。私もたまには早く寝てみる。そうしよう。葉っぱもなしだから。すでに帰りたいわ。文句があんならさっさとやめろ。ちょっと、もう。おっと、割って入る。何もしない。今キャシディ殴られたもんな。いや、そこは割って入るやろ。なあ、手出さなくてもいいんじゃないか。新人のくせに歯向かうのか。ねえショーン、やめて。遅れるよ。目つけられた。首になりたいの？いや、俺はただ。何？王子様気取り。自分の面倒くらい見れるよ。ショーン、命拾いしたね。マリファナとかそっち系やんな、これ。葉っぱ吸うやつが葉っぱ育ててるんか。まあそうやんな、普通って。みんな大体栽培とかしてんもんな。キャシディちょっとごついな。
どうした集まってみんな。これはこれは。ようやくいらしたな。誰？すいません、その、次遅れたら給料なしだ。うわ、厳しい。いいか、今日は2チームに分かれてもらう。フィン、ペニー、アンダーズ、あとそこのお前は嵐の後片付けだ。ああ、残りは中で作業しろ。高圧的やね。キャンプのゴミ拾いなんて勘弁だわ。ねえ、僕と変わらない？こら、ダニエル。よし、乗ったぜ。やった、外出れる。おい。まだわからないのか。ここはサマーキャンプじゃない。怒ってんね。この仕事をしたいっていうヒッピーなんてクソほどいるんだぞ。おい、親父に何を教わってきた？フィン、親父のことは言うな。もちろんす、お任せを。フィンは信頼されてるっぽいな。聞こえだろ、もたもたしないで持ち場に向かえ。いいな。なかなかため息の出る仕事場やね。話がある。おっと、みんなひげ濃いな。お前らがここにいられるのはフィンの口添えのおかげだ。あ、そうなんや。はい、感謝してます、本当に。よせ、おべんちゃらはいい、覚えとけ。今度同じことが起きたら出て行ってもらうぞ。目の敵にしてるわけじゃないが、ここは違法農園で、あいつはガキだ。ああ、ダニエルのことね。わかるな？ありがとうございます。はい、ここはちょっとありがとうございますって言っとこう。はい、感謝します。またか、やめろと言ったろ。はい、あいつは叱っときます。そうしろ。問題が少ないに限る。どんなのですか？今後は見張っておく。問題、どんなのですか？問題って？おいおい、聞いてどうするんだ。あ、いや、あ、すいません。話は終わりだ。行っていいぞ。仕事に取り掛かれ。はい、ありがとうございます。違法農園か。どんなことしてんやろな。ねえ、大丈夫？仕分けみたいな感じ。いいニュースをやろう。今日すべて片付けろ。言い訳はなしだ。ちんたらするな。いいニュースか？状況は、フィンが指揮を取ってます。終わるまで続けろと伝えました。わかった、俺は電話をかけてくる。おい、ちんたらすんな。うるせえこいつ。気を出せ、ヒゲ。どうした？ねえ、つまんない、刑務所にいるみたい。分かってるし、し、置いてもらえるだけありがたいと思え。子供はいちゃいけないんだから。本当ならな。何さ、僕が邪魔なんでしょ。やめろよ。知ってるよ、そういう意味じゃない。気持ちはわかるよ、ここにいるとおかしくなりそうだもんね。うん、言ってあげて、キャシティ。てめえらのおかげで集中できねえじゃねえか。おしゃべりはやめて静かにしろ。わかったか？何に集中してんだよお前は。どっかに行ってれば。余計なお世話だ。できるもんならとっくにやってるぜ。なるほど。やるか、つぼみを取って葉をカット。この繰り返しだ。つぼみを取って葉をカット。タイミング合わせて L2 か R2 を押して葉っぱを切る。めっちゃおもろいやん。急に音ゲーみたいなの始まったな、これ。できてる？ OK OK。 これをひたすらやんの？マジ？地味。すごいな。
葉っぱ吸うのにもこんな地味な作業がいいねんな。すごい量。全然マシだよ。去年は1日1キロ近くカットしてた。え、マジで？そんなにたくさん？そうさ、いつも徹夜だったよ。15時間ぶっ続けだったこともある。あとしばらく葉っぱやめてたな。すげえな。思い出したくもない。15時間って、そんなことあったのね。腕もブラック企業もびっくりやな。最悪だった。これピヨーンってなったら成功っぽいね。今のミスやな。オッケーオッケー。いやー、あー、ミスった。赤くなったらミスか。それ電波入んの？ビッグジョー。入るわけねえだろ。あ、ビッグ、お前がビッグジョーな。なるほどね。ごっついから。あ、水。使えねえハサミだ。ハサミをきれいにすると、あ、なるほどね。確かに汚れてんな。すごい作業場やな。よし、やるか。何枚やればいいんやろ。あら、大丈夫？落ち着け。大丈夫。よくやってるよ。もっとゆっくりでもいいぞ。分かった、うん、そうする。ありがとう、ショーン。たまに素直やから可愛いんよな、ダニエル。オッケー。何枚やればいいんやろな。ちょっとできるまでカットするか。シリーター、もう切るの飽きたよ。かわいそうに。そういう仕事だろ、つべこべ言わない。わかった。でもつまんないものはつまんないよ。まあな、工場で働いてるみたい。工場で働いてるみたいだしな。何年も続けるなんて考えられない。ほら、ショーンは味方よ。いつもじゃん。最初はいいけど。いつもじゃん。確かにだんだん飽きてくるわね。ちょっとうじうじうっさいんだよ。ショーン目つけられるだろ。こっちが割を食う前にさっさと仕事して。オッケー。6枚と水につけたいな。ハサミをきれいにする。ショーンの神さん、そろそろなんとかしないとね。うまいな。なんだだよ、とぼけちゃって。せっかくのイケメンが隠れちゃってるじゃん。イケメン発言。別にいいだろ。ただボサボサでしょ。大丈夫、キャンプに戻ればちゃんと道具があるから。わかったよ、考えとく。きれいさっぱり行こうぜ、うんうん、オッケー、7枚目。バリ長いねんけど、ちょっと他にやることないんかな。情けやな。やるか。よし、いい加減にしてよ。今仕事中でしょ。落ち着きなよね。あんたは違うかもだけど、私は仕事してんの。いやいや、私だって働いてるでしょ。まあ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 、はいはい、そう怒らずに。いつも言い訳ばっかり。ああ、エージェントだ。ショーン、話そうよ。腕が痛いとか言ってさ。モノマネされてる。やめてよ、ハンナ。もう2ヶ月もここにいる。こんな暮らしのためにカリフォルニアまで来たんじゃない。海まあね。一生ここにいるつもり？家でも建てる？ん？やめて。急ぎすぎた。ここに残るって決めたろ。もっとゆっくりだ。どうせいられなくなるんだし。どうでした？いつも通りだ。明日までに欲しいらしい。明日？どう考えても無理でしょう。もう飽きた。いやなんか。なら消えな。やめりゃいいだろう。絶好調。家族なら団結しないと。それが嫌なら出てけ。みんな落ち着いてくれ。なあ、落ち着けよ。頭冷やせ。ショーン、黙ってな。あんたには関係ない。いい加減にして、キャシディ。お姫様じゃないんだから。はい、ママ。
説教終わり？まさか。でももういい。今日なんでそんなに機嫌悪いわけ？意味わかんない。だろうね。自分で考えて、なんとかしろ。わかりました。お、終わったか。やっと終わった。ハンナ、ごめん。わかってる。今週クソすぎて、言い合う気力もないし。いつまでも喋ってんじゃねえぞ。なあ。まだ黙ってくれ、ヒゲ親父。そろそろ終わるか？さあ、やっと終わったな。長かったな、ちょっと。元気出せよ、シャン。思うほど悪い仕事じゃねえよ。まあまあ、確かに。俺はもっとコキ使ってくるからね。ああ、そうなんや。気をつけろ。よく切れっからね。そうだな。傷ができても、まあ、慣れるさ。それに、セクシーだろ？セクシー。あばよ、ビッグジョー。笑えばやろ。で、仕事はどうだった？ええやつや、ナフィン。ハンナとキャシディが喧嘩した。キャシディとハンナは面白い。ダニエルの態度に困った。まあ、事実は喧嘩したやな。そやな。まあ、でも仲直りしてたしな、結局。面白いにしとくか。楽しかったよ。キャシディとハンナが、言い合っててさ。あいつらいつも喧嘩してっけど、ハイになったら全部忘れる。ええやん、ええやん。メリルが不機嫌だった。そっちはどうだった？キャシディ見てると楽しい。キャシディ見てると楽しいで、キャシディと仲良くなるかな。ちょっと行こうか。キャシディ見てると楽しいよ。数十分おきに何か起こすから。ああ、昔からそうさ。泳いでないと死ぬサメみたいなもんさ。昔の俺だな。自由マグロじゃないんかよ。ああ、そりゃあいつも気に入るわ。俺もな。お前は気に入られてんのか。ぴったりだ。いろいろありがとう。仕事に、金に、仲間に、安全も。お前らはみんなに気に入られてる。ダニエルのおかげもあってね。そうかな。ここには。まあ確かにな。前って知ってるか？支配しようとするほど離れてく。不敬だろな。マジであいつ俺そっくりだよ。つまりあいつは賢い。それに俺の兄貴たちみたいな。すげえ兄貴がいる。褒めてくれるね。フィンの家族ってダニエルが言うこと聞かない。フィンの家族って、フィンの家族って、あ、その無理にとは言わないけど。ああ、金はあったな。親もまあまあ可愛がってくれる兄貴も3人いた。家族写真見たしな。末っ子なんだ。ダニエルと同じだ。でもうちはなんつうか、普通じゃなかった。親父はまあ、車盗むのを仕事にしてた。盗んでバラして売って、それを俺らが手伝ってた。おお。まあ、よくある話さ。でも、ある日、しょっぴかれた。裁判で証言しろって言われたけど、親父が俺らを売ったんだ。マジかよ。こと密告して。マジか、ひどい話だな。それから無所行きさ。出てきて思ったよ、全員死んじまえって。で、家でした。まあ、とにかく今新しい家族がいる。それに旅もできてる。いろんなものを見て
全然退屈しねえ。きっとなんかメキシコ行きは最高の旅になるだろうね。ああ、ダニエルそう思ってない。無事につければ。ダニエルは行きたがってないけどな。そもそもあいつはアリゾナで母親を探したいって。せやな、ずっと言ってんな。たく親を知らずに育つのはしんどいからな。区切りつけたいんだろ、気持ちに。時間がいるよ。あいつはお前についてくさ。よし。そっか。セラピーは終わりだ。ああセラピーね。シャワーやら何やらの水の補充をしないと。ちゃんと働いてて偉いぞ、ショーン。だよな。力になれて嬉しい。センキューフィン。ハンボルトに働きに来てな。9年、サンタフェは地獄だった。金も、つてもなくて。ヒッチハイクして、北の農園で働いてた。アーケータで襲われそうになって、逃げ出したけどね。マジか。災難だったな、ハンナ。殺すとこだった。その後、フィンがこの仕事を紹介してくれて、こっちに来た。ここってだいぶマシな方だけど、他は。ハンナにも仕事紹介してんだよ。その両方ってのも。路上でハイになる。他にすることなんてないからね。そうですりゃいい。この森はそこいら中ゴミだらけだ。カリフォルニアは緑が多いけど汚くて呆れるよ。リサイクルとかコンポストなんてしてる暇ない。電気代も払えないんじゃね。努力はすべきよ。みんなの地球なんだから。スウェーデンも完璧じゃない。でももっとエコに気を使ってる。スウェーデンの人だよ。地球は一つしかないしな。論点がずれてる。そうだな。まあそうだな、言うとくか。確かに、なんとかしないと。本当にそう。全く勘弁して。観光客が偉そうに。さぞ苦労したんでしょ。そんなこと言ってないだろう。素敵な喧嘩腰やな、ハンナは。お気楽に飛行機で来たくせに。ホームレスが森にゴミ捨ててるのを気にするわけ。それは今はそのホームレスを頼って違法な仕事を観光ビザでやってる。ご高説されるなんておかしいんじゃない。ハンナごめんなさい。お説教するつもりはなかったの。イライラしてんな、ハンナ。感謝してる。一緒にキャンプを使わせてもらってることも。わかってる。もういいよ。嫌われたかな。大丈夫、気にしないで。嫌いだったら言うから。私が大事なのはここの家族だけ。あとは知ったこっちゃない。皮むき下手だよな、未だに。料理はできるけど、できないこともいろいろあるんだ。嫌いなだけでしょ。ピザとかテレビが恋しい。若い子はやる気いっぱいで来るけど、仕事がきついからすぐ消える。まあな、俺のこと知らないだろう。他に道がなかった。学ぶことが多い。あ、なんか喧嘩しそうやな、俺のこと知らないだろうっつったら。まあ他に道がなかったやな。じゃない、どうしろってんだよ。お前はこれを選んだ。俺は違う。分かってる。みんな苦労してんだ。だけど私は、弱虫は仲間だと思いたくない。じゃあどうしたら。みんなの邪魔になりたくない。じゃあどうしたら。どうすれば仲間になれるんだ。仲間に尽くせばいい。つまり心を開けってことさ。なるほどね。あいつらのことは家族だと思ってる。流れ者は支え合わないと。まあいいこと言ってんねんけどな。弟が最優先だ。人生やり直すのは大変。あー、弟最優先かな。でも弟が最優先だ。いいね。他のやつ見たく自己中じゃない。確かに。どうしてここに。みんなとの出会いは。この生活は気に入ってる。立ち去る。どうしてここに。良ければでいいんだけどさ。どうしてこの生活を。母さんみたいになりたくなくて。あの人はアルコール中毒の画家。アル中か。何度も治療を進めたし、画材を買うために死ぬほど働いたけど、買ってあげたものを全部返品してその金で酒を買ってたみたい。悟ったんだ。
出てかないと私まで飲み込まれちまうって。落ち着いてよ。なるほどね。やっぱみんな家族に難があるな。じゃあ今はこの生活に満足してんの？まあ文句は言えないかな。完璧じゃないけど安定してる。それに、うん、希望も持ててるしね。ええやんええやん。みんなと出会いは？どうやってみんなに会ったんだ？フィントはあいつが無所から出た頃に会った。若いけど大人で気があった。で去年キャシディと出会ったんだ。世界に腹を立てて傷ついてた。でも仲間を見つけた。あたしら。それからハンボルトではペニー・ワイツと会った。今は落ち着いたけど連れのジンクスをずっと心配してた。今じゃみんな家族さ。間違いない。本当すごいよ。話してくれてありがとう。なんか響いた。うん。あと責めるつもりはなかった。疲れててさ。まあ話してみればええやつやな、ハンナも。オッケー。ハンナって気難しいな。絡みづらい。絡みづらい。助けを求める、手伝いを申し出る。あーちょっとハンナじゃなくてキャッシュリーの歌も聴きたいね、久々に。よ。ほら。ケエスタセニョール。ビエニトゥ、エスタセンサジャンドパララボス。わお、すごい。ノーコンプレンド。笑わないでよ。まだ勉強中なんだから。わかってる。ああ。邪魔したかな。まさか。でも忘れる前に一曲完成させないと。ああ、わかった。またな。おお。なんで俺曲作りしてんだよ。こんなに人見知りなんだろう。よし、じゃあダニエル手伝うか。オッケー。手伝いもしてる。皿洗い手伝おうか。ああ、うん。お願い。了解。つまんない。ずっとつまんない言うてやりたくないよ。じゃあなんでやってるんだろう。メキシコに行くためやろ、プエルトロボス。よし、終わった。オッケー。お仕事手伝ってあげようか。ああ助かる。サンキュー。シャワーとキッチンに運ぶんだ。わかった。タンクの近くで待ってるね。早く運んじゃおうよ。タンクはどれや。ダニエルについていけば OK やな。あれか。ここの暮らしが恋しくなるな。どうか。ああそうだ、タンクに水入れなきゃ。おっと、持ち上げてもらう。いやーバレるやろ、近くにおるしな。もうヘトヘトだよ。一人で拾うか。お、何これ、連打。連打やね。力持ちや。キッチンとシャワーに持ってこう。キッチンとシャワー。ゆっくり運びなよ、ショーン。ありがとう。ご忠告どうも。水のタンク、あっちやね。くそ、トリミングってむずい。みんなよく続けてるよな。よし。で、シャワーか。ダニエル、おらんくなってんな。まあいいか。また連打？またレンドね、オッケー。シャワーか、次は。よし、行こう。シャワーに持ってこう。シャワーどこやったっけ。あの奥か、ちょっと遠いね。オッケー、水のタンク、ここやね。
し、やることリスト見ればわかるか。あ、見られへん。特訓のためにダニエルと湖で落ち合う。あー言ってたな。オッケーオッケー、じゃあ湖行こうか。今日はよく働いたな。女子と話すのはいつも楽しいし。男子と話すのはどうやね。女好きやね。まあ、16歳やったら仕方ないな。思春期やしな。オッケー、湖どこや？もっと奥か。簡単に稼げるってどこがだよ。まあ簡単に稼げる仕事なんてないよな、どの時代も。水切り、無限水切りやん。力なしでできるか。うん、教えてくれなかったから力に頼ったんだ。さてと、始めるか。やったるぜ。やったるぜ。まずは遠吠えだ。向こう側で特訓しよう。あー、バレそうやな。遠吠えしとこ。まず遠吠えからだ。おー、ほら、どうした。あおあお。仲良し。ほっこりするな。うん、まだ鈍ってない。さあ、いいね、始めよう。いい？待て、ここじゃまずい。移動しよう。オッケー、移動。向こう側行こうか。倒れた木持ち上げてもらう。おお。この木動かせるか。うん。できんの？うわ、ダニエル。あの岩より重たいんちゃうか。おい。いい顔。まあまあ、ショーンに落とすわけないでしょ。意地悪やな。マジやんちゃなってんだ、ダニエル。すげえな、見られてないか。オッ、アライグマおったね。キノコ、石、松ぼっくり。他はないね、3つか。松ぼっくり好きやったもんな。正確さの特訓。ダニエル、石拾え。了解。で、コントロールテストだ。いいね。これを狙え。ロックオン完了。さあ投げるよ、松ぼっくりグレネード。おお、すげえな、マジで。よし、いい感じだ。じゃあちょっと工夫してみよう。任せて。工夫なんや。あれ、ねえ、オッケー。マジか。おお。最強やん、ダニエル。まあね、これで終わり。得意げやね。よし、じゃあ次石や。コントロールの特訓。これ全部いけるか。できるよ。うえ、この力欲しいな。みんなも絶対欲しいやろ。少年心くすぐりすぎんもんな、こんな。お、まさか積み上げるタイプ。あ、違うね。いや、マジでこの能力かっこいいな。
席は大丈夫か。あれほんまに風邪やったんかな。ただの能力使いすぎで。ダニエル疲れてるとかじゃなくて。マジですげえよ。簡単すぎ簡単すぎか。キノコはじゃあ破壊の特訓。よしこれだ。ターゲットはあのグロいキノコだ。爆発させてみろ。あんなキモいのぶっ飛ばしてやる。そんなもできんの。まだか。もしかしておま…うわ、うお強っ。こりゃ強いわ。マジですごかったな、ダニエル。うん、一人で練習してたから。ああそうな。俺も忙しかったからな。寂しかったんな、やっぱ。ごめんな、誰にも言ってないよな。力の扱いにはまだ気をつけろ。うん、力の扱い。気をつけろかな。気をつけろ。もうはっきりしてよ。やれとかやるなとか。ちゃんと制御できるようにしときたいんだよ力を持ってるのは僕だ、ショーンじゃない。確かに。たく頭冷やせよ。その態度に疲れた。あー、まあちょっと言うか。ちゃんと何があったんだよ。感情的なお前は好きじゃない。わけもなく反抗してきてさ、嫌んなるぜ。俺はダメ兄貴。フィンは悪影響。いや悪影響ではないやろ。俺好きやし、フィン。俺はダメ兄貴かな。俺がダメなのか。一緒にいないから。うん、そうだよ。僕を放っといて。そうか。ダニエル、寂しさが勝ってるんか。どうせ僕が邪魔なんでしょ。そんなことないよ。そんなことくらい分かってるだろう。でも、もういい。よくねえよ。お前な。やめろやめろ、喧嘩すんな。するなよ。家族だろ。ずっと一緒に。すれ違ってんな、ずっと。な？頼むから。大人になってくれよ。不穏な雰囲気。ああ、そのことめったあかんぞ。うわ、うわ、それはまずいぞ。え、なにこれ。ダニエルやめろ。うわ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 、でっか。やめろ。見られんぞ見られんぞ見られんぞ。ごっつ急成長してるやん。こんぐらいできんねんてってことか、ダニエル。おったまげたな。僕も子供じゃない。確かに。